次に見事優勝いたしました関西大学松田幸喜選手の表彰です。優勝されました関西大学松田選手には酒井会長より賞状が授与されます。また優勝者には四日市市長の森友博様より副賞として四日市の地場産品詰め合わせが贈呈されます。男子シングルス優勝関西大学の松田幸喜殿、以前は2022年度全日本学生テニス選手権大会において当初の通り優秀なる成績を収めたので、ここにご了承します。2022年8月21日全日本学生テニス連盟会長酒井俊郎。お疲れ様でした。ありがとうございました。松田選手です。男子シングルスの決勝が行われまして、藤原選手慶応大学に、6-0、6-4ということで関西大学勢としては86年ぶりに、シングルで優勝しました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、率直に今トロフィー持たれてますけどもどんな気持ちですか？そうですね、ほっとしてます。本当に去年、準決勝で負けてしまってすごく悔しい思いをして、今年こそは優勝、本当に優勝だけを狙って、この大会に挑みましたし、結果こうやって優勝して優勝することができたので、本当にそうですね、率直に嬉しいです。うん。で、まあ、決勝の相手は藤原選手ということで去年準決勝で敗れた相手でした。どんなこう気持ちでまず入りました？そうです、そこまで、何か気にすることとかはなく、しっかりと自分のプレーをっていうことだけを心がけて、やりましたし、最近の試合で何回か当たってはいるんですけど、まあ、そこでも、勝ってはいるので、まあ、そういういいイメージを持って、試合に臨めたかなと思います。今おっしゃる通りこう第1セットですよね、6-0ということでもう本当に相手何もさせずというところだったんですけども、いかがでした第1セット振り返って？そうですね、自分が考えてた、戦術っていうのがしっかりとハマって、ハマった結果 6-0 で取れたかなっていう、まさか 6-0 っていうところもあったと思うんですけど、いかがでした？そうですね、なんかいけそうな感じはなんとなく、変な自信みたいなのがあったんで、あ、本当に取れたみたいな感じでしたね。ほうほうほう。なるほど。その感覚っていうのはその今までにない感覚、準決勝まで。いや、まあそうですね、こう自分の状態も上がってきてましたし、まあ、たまにあるんですけど、こういう感覚っていうのは。ほうほうほう。でもこう本当にこう自信を持って今日は臨めたかな。で、まあ、第2セット
まあ、先に、まあ、ブレイクしてブレイクバックということはあったんですけども、第1ゲームで取ってというところだったんですけども、第2セットに関してはどうですか。ちょっとまあ相手もらしさを出してきたかなと思ったんですけども。そうですね、まあ、簡単に終わることはないとは思ってたので、うん、2セット目始まる段階でそうやって切り替えて相手がどっかで絶対食らいついてくるっていうのは、うん、何回も対戦してる相手なので、まあ、そこの心の準備っていうのがやできてたので、まあ、特に相手がこう粘り強くなったからといって焦ることなく、うん、本当に自分のプレーを終始、貫けたかなと思います、うん、で先ほど山本統括コーチにもお話伺ったんですけども、やっぱこの1年で松田選手どこが変わったんだというところで挙げると、やっぱサービスだと、やっぱサービスが良かったっていうおっしゃってましたけども、ご自身としてもやっぱりそこ一番のストロングポイントだと思ってると思いますけど、今日はどうでした。そうですね、まあ、去年までも、まあ、それまでもずっとこうサービスっていうのは、うん、すごく自分の中でも一番自信のあるショットでしたし、武器でもあったんですけど、まあ、もっともっとこうそこに磨きがかかったっていうか、うん、本当に自分でも今自信を持って、うん、本当に取られないと思いながらポイントに入れてるので、まあ、それがうまくリターンゲームにもいい影響を及ぼしているのかなというふうに思います、うん、やっぱサービスがいいからこうリターンというかこうディフェンスの部分でもこうそれがこういい形で回ってるようなイメージですか。そうですね、本当にこうサーブがあってこうなんですか、精神的に疲れることが、うん、やっぱラリーをしてしまうとメンタル的にもきつくなってくると思うので、うん、それがないっていうだけでもすごく楽に試合を運べるので、やっぱそこが大きいかなと思います、うん、なるほど。で、まあ、最後、優勝を決めました。その瞬間というのはもう本当に雄たけびといいますか、あげましたけど、どんなこう気持ちだったんですか。そうですね、今までにない感情っていうか、うん、まあ、もちろん嬉しいっていうのもあるんですけど、本当にちゃんと自分が目標立てた目標をクリアできたっていうのがほっとした感が、うん、終わってからすごく込み上げてきました。じゃあもうあれ自然と出たというか。そうですね。でね、その戦前からお話を伺ってましたけど、もう優勝なんだと、もうそれしかないとおっしゃってました。で逆にそういう優勝ってするとこう自分の中でこうプレッシャーかかる部分、あえてかけてたのか、まあ、いろいろあると思いますけども、この辺あたりはいかがですか、目標設定。うん、こう自分でも今大会始まる前、試合始まったらどういう感じになるんだろう、うん、プレッシャーかかるのか全くかからずにこう伸び伸びできてるのかどっちなんだろうっていう思いがあったんですけど、うん、なんか意外と、ね、最後っていう感じもなく、本当にこう何ですかね、楽しく1回戦から最後までできたのが良かったかなというふうに思いますし、うん、やっぱりこう自分でもこう、まあ、優勝を狙って優勝するというのはやっぱり一番大変だと自分自身、まあ、経験してきて、あの優勝狙って優勝できなかったっていうのがいっぱいあるので、うん、そういった難しさっていうのを分かった上で、やっぱり自分でも優勝したいっていうのは一番だったので、そういうのをあえて周りに言って、そこでやっぱ優勝するっていうのが、まあ、大きな価値があるのかなと思います、うん、まあ、とはいえ本当に2回戦から登場しましたけども、やっぱ苦しい試合もあったのかなと思うんですけど、どうですか、ちょっと振り返ってみて。そうですね、やっぱ優勝する第一前提として、どれだけ試合時間を短くできるかっていうのが、うん、一番だと思って思いながら、試合2回戦から始めたので、すごくそれ4回戦までは本当に試合時間を短く済ませて、体の負担も経験させながら試合を行えたっていうのが良かったですし、うん、また準々決勝が大会前から、あのドローが出た時から、一番の山場だと思いながら、うん、準備してました。準備してて本当にその通りに一番の山場だったなっていうふうに、思います、うん、やっぱそこを乗り越えれたっていうのが本当に自分でもちょっとこうちょっと成長したかなっていうのが、うん、実感しました。うん、なるほど。で、本当シングルスでは倉光選手86年ぶりと関西大学勢としては、このあたりについてはちょっと改めてどうですか。もう86年です。そうですね、まあ、なかなかこうやって本当に何十年ぶりみたいなのはないと思うので、やっぱそうやその更新記録を更新した一人になれたっていうのはすごく
嬉しく思います、うん、でどうでしょう、まあ、優勝と一つの目標を達成しましたけども、あと今度リーグ戦もあるし、まあ、松田選手にとっても次のステップもあるのかなと思いますけども、この辺りについてどういうふうに今後考えていってますか。そうです、まあ、これがゴールではないので、まあ、もちろんこう達成したい目標でありましたけど、まあ、これをステップ弾みにして、ステップアップして自分の次への目標に向けて、これからも取り組んでいきたいなと思います、うん、でまあ、関西リーグのリーグ戦もありますし王座もあります。ここでもね、やっぱこうチームのキャプテンでもあるというところで、まあ、いろんなプレッシャーもかかってくるのかなと思いますけど、いかがでしょう、リーグ戦に向けてと団体戦。そうですね、まあ、もちろん僕一人で勝てる、ものではないので、本当にチーム全体で、みんなが頑張ってみんなで勝つっていうのが本当に団体戦だと思うので、まあ、まずまあ、でもそれの中でもやっぱり自分の勝利っていうのはチームに少しでも貢献できると思うので、まずは何ですかね、僕に回したら大丈夫と思えるように、うん、ぐらいの何ですかね、みんなに信頼を得れたらなと思います。なるほど。じゃ最後にですね、まあ、関西大学カイザーズの、まあ、ファンといいますか、いろんな方を応援してくれてると思いますけども、はい、まあ、最後優勝のメッセージ報告お願いします。そうです、本当に、1週間応援ありがとうございました、本当にこう優勝して、試合終わった後に本当にいろんな方から、メッセージをいただきましたし、本当にそれがすごく本当にいろんな人に応援されてされてもらってたんだなというふうに、うん、してくれてたんだなというふうに思って、それが何て言うんですかね、自分の中でもありがたかったなというふうに、思います。本当に、まあ、結果で恩返しできたかなというふうに思うので、まあ、次はリーグ王座っていうのが目の前に控えているので、まあ、そこでも皆さんの期待に応えれるように、頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。2022年8月22日に
お疲れ様でした。ありがとうございました。ダブルスで戦いました、大江選手と、松田選手です、決勝戦行われまして、近畿大学の田口選手、菅選手に、5-7、4-6ということで残念ながら、まあ、敗れてしまいましたが準優勝ということでおめでとうございます。まあ、どうですか、初の決勝の舞台だったと思いますけど、大江選手どんな気持ちで。そうですね、その準決勝の雰囲気とやっぱり全然違うなっていうのが僕は素直に感じたところですかね。やっぱりそこの雰囲気に飲まれた部分も正直あって、まあ、思うようなプレーはできなかったんですけども、最後まで好機と声かけ合って、最後の一本まで諦めない姿勢は、出せたかなというふうに思います。うん、で松田選手はもうシングルスで優勝を決めて2冠という気持ちもあったと思いますけども、どういうふうにこうダブルス決勝入りました。ちょっと間延びしましたけどね、あの表彰式とかありました。そうですね、まあ、もちろんこう2冠したいという思いがあったんですけど、まあ、僕は力まずに冷静に行こうと思って、前と本当に決勝の舞台だと思わずに、冷静にプレーできたかなと思います。相手は、田口選手、菅選手といって近大勢ということで、こう関西同士の、決勝というのは本当に久しぶりのことだと思いますけども、でなかなかちょっと勝てていなかったと。今日どういうふうに戦おうと、大江選手。そうですね、まあ、相手はもう本当にプロのが出ているような大会でもバンバン優勝しているようなペアですごく強いというのは分かっていたんですけど、それ以上に自分たちが、まあ、伸びているなという感覚はあったので、しっかり、まあ、やることを決めてやっていたんですけど、やっぱりその最終的に相手の方が一つ二つ上だったなというのが出たかなというふうには思います。松田選手、実際と戦ってみてどういう印象でした、今日は。そうですね、今までは本当にこうどうやって勝つんだろうというのが正直あったんですけど、本当に今回はチャンス、本当にチャンスだったなと思いました。やっぱこう、そうですね、まあ、もちろん悔しい部分もあるんですけど、相手のプレーも良かったので、そこはもう相手を与えるしかないかなと思います。まあ、第1セット、まあ、第7ゲームでブレイクされたんですけど、第10ゲームでしたよね。こうラブゲームでブレイクバックして、さあ今からというところだったの、ちょっとブレイクバックされてというところで、やっぱちょっと終盤ちょっと苦しい部分、ちょっとミスもあったかなと思うんですけども、いかがですか、大部選手、この辺り。そうですね、やっぱりそこが一番のキーになった部分かなと思うんですけど、まあ、申し訳なかったなっていう、僕が申し訳なかったなっていう、後期に対して申し訳なかったなっていう気持ちはが、まあ、パッと出てくる感情ではあるんですけども、うん、まあ、しかやっぱ相手のあれは相手のうまさとも言えるのかなっていうふうには思います。なるほど。で、まあ、第2セットはちょっと松田選手、ちょっとファーストサービスがちょっと入れなくなって、ちょっと苛立っているようなちょっと印象もあったんですけど、いかがでした。そうですね、もちろんこうファーストを入らないと厳しくなる、自分たちで自分たちの首を絞めるっていうのは本当にこう身に染みて何回も痛感してたので、そこは重要視してたんですけど、まあ、でも入らないからといってすぐセカンドサーブ打たないといけないので、しっかり切り替えて、まあ、しっかりセカンドでも取れるように、なんとか配球とかコースとかスピードとかっていうのを考えて、打った結果、まあ、ブレイクはされなかったので、まあ、最低限仕事はできた。まあ、またリーグ戦で、当たると、まあ、王座でも当たるかもしれないという相手だと思いますけども、どうでしょう、今回でこう決勝で戦ってみて得たものというか、
次に向けてというところを見据えた上でどうですか、大江選手。いやもうそれは計り知れないものがあるかなっていうぐらい学びは僕の中ではあったかなっていうところですね。ですね、はい。で、まあ、リーグ王者に向けてっていうところなんですけど、やっぱりそのまだ若干精度が低い部分があるんで、うん、でもそこっていうのは練習で埋めれる部分だと逆に思うんで、あとも本当に僕らはもうあと2ヶ月ちょっとかなぐらいしかもないんで、あともう死ぬ気でやって、まあ絶対に取れる D1 ダブルスのエースっていうところは僕は確立させていきたいなと思います、うん、はい。松田選手どうですか。そうですね、まあ、決勝だけじゃなく本当に今大会でいろいろ収穫がありましたし、こう一試合一試合自分たちがダブルスとして成長してるなっていう実感はあったので、それを持ち帰って精度を高くしてリーグ王座で当たった武器にはしっかり勝てるように準備していきたいなと思います。じゃあ準勝おめでとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。関西大学、山本統括コーチです。まず男子シングルスなんですけども、松田選手が決勝で 6-0、6-4 で、見事、藤原選手に勝ちまして、関西大学勢として1936年の第9回大会の倉光選手以来の86年ぶりの関西勢優勝ということになりましたけど、まずどうですか、この決勝取りました、やっと。そうですね、まあ、私自身女子で一度、まあ、インカレのチャンピオンを出してるんですけども、うん、まあ、それ以来のチャンピオンということで、まあ、本当に率直にない点で、嬉しいですね、うん、はい。で、まあ、決勝の相手が、まあ、藤原選手ということで、去年の、準決勝でしたか、松田選手対戦して惜しくも敗れたと、まあ、それから1年間ここでリベンジしましたけど、はい、いかがでしたこの1年間というのは。そうですね、本人も優勝スピーチで言ってたように、まあ、非常に悔しかったということで、この1年、まあ、かなり、追い込んで、やってましたので、まあ、しっかりと成果が出せたことを嬉しく思います、うんうん。でね、この松田選手 この去年から今年にかけての1年間で一番変わったところというか伸びたところというのはどういうふうに見られてますか。サーブですね、はい、サーブのフォームを少し変えて、まあ、スピードと確率を上げたということをまあしました。で、まあ、サーブに自信を持つことができたので、うん、非常にメンタルも安定して試合全体が、まあ、強気で、ね、進めるようになったのかなというふうに思います。なるほど、はい。でまあ、今年の春のからもうちょっと学生の大会ということじゃなくて、まあ、プロも参加するようなトーナメントにこう転戦しながら、まあ、優勝もしてというところで、ここで結構得た自信みたいなところもあったのかなと。あったと思いますね。どうですか。成果もしっかりと出せましたし、まあ、何よりも日本のトップクラスの選手とテニスができた、うん、試合ができたというのは非常に、大きかったと思います、うん。でまあ、この大会も、まあ、順当というかなかなか苦しい試合もありました。特に準々決勝の田中選手、筑波大学、あれ湘南工科大学の後輩と1年生ということだったんですけども、あの試合が一番しんどかったんじゃないかなと。いかがでした、コーチとして。そうですね、もうかなりハイレベルな試合で、うん、何か世界の大会を見ているような、うん、レベルでしたね、うん、本当に楽しい試合でした、うん。はい、そこを取って本当に満身創痍でしたね、メディカルタイムアウトって。そうですね、うん、はい。でそこを取り切れたからこそ準決勝では町田選手にこう 6-2、6-2 と非常にあっさりというか、なんかもう吹っ切れたような感じで戦いに見えましたけど、そうですね、どう見られますか。この大会通して、まあ、あのラウンドで非常にレベルの高い、テニスができた、うん、そして、しんどい中で勝ち切ったという自信ですね、を持って、次のラウンドに、進んで、まあ、そこで、うん、しっかりと自分のテニスもできて、決勝戦に挑めたというのは非常に大きかったと思います。なるほど。で決勝戦は藤原選手やったんですけども、どんなこうアドバイスというか最後松田選手を送り出しました。どんな言葉をかけて。特にないんですけど、ほうほうほう、まあ、戦術的な部分と、あともう一つは思い切ってやってこいと、うん、ということですね。でも第1セットが 6-0 ということで、もう全くこう相手のこうテニスをさせなかった、もうサーブも、まあ、ディフェンスもすごく良かったと思いますけど、どういうふうに見られました。そうですね、今大会通して1セット目結構好調な、うん、ことが多かったので、まあ、その自信はあったんだと思います、ね。で 3-1、リードですか、まあ、ここから、藤原選手が、うん、強みを出してくるというのはもう分かってましたので、まあ、本人も焦ることなく、うん、最後までプレーできたと思います。
なるほど。で、まあ、優勝が決まってから、まあ、山本コーチのところに、松田選手来ましたけど、どんな言葉を交わしました？おめでとうとで、まあ、次のステージに行こうねというような話をしたと思います。はい。で、まあ、松田選手も、まあ、湘南工科大学で、山本コーチ自身も湘南工科大学で、まあ、高校の後輩という言い方もできますけども、はい、また優勝に一味こうあるんじゃないかなと思いますけど。そうですね。まあ、少しあるかもしれないですね。でやっぱり同じこうプロの道へというところも見えてると思いますけども、はい、どうですか、もう十分こうやっていけるような、そういう感じで見えたんですけど、どうですか？そうですね、まあ、身長もありますし、まあ、サーブもあるんで、世界に、で通用するプレイヤーになるんじゃないかなと期待してます。で、まあ、次ダブルスなんですけども、ダブルスの決勝で、松田大江組ということで、もうこう長くもうコンビを組んでというところだったんですけど、決勝で近代の、田口選手、河野選手に惜しくも敗れてしまいましたけども、この辺りというのは、まあ、準優勝でしたけど、どういうふうに見られました、準決勝は？決勝は、まあ、チャンスがなかったわけじゃないんですけど、近代のこのペアリングがものすごく良かったので、今日もですね、まあ、なかなかまあ、勝たせてもらえなかったという結果なんですけども、まあ、次につながる試合だったのかなというふうに思います。まあ、おっしゃるとこうブレイクチャンスもあったけども、ちょっと追い詰めきれなかったっていうところですか？相手、まあ、彼ら の、あのサーブ、まあ、ストロークの質が良かったですよね。そこを抑えようと思うと少し予測力を働かせなきゃいけなかったんですけども、まあ、近代さんとかは良かったですね。でこう、まあ、関西同士の決勝という意味でも、これ、まあ、関西で同じやってるところで、ね、まだ関東がというところがありましたけども、まあ、非常にそういう意味でもこう意味のある決勝だったかなと、カードとしてもどうですか、どう思われますか？そうですね、久々の、関西対決ということで、まあ、これを機に、どんどんまた関西の、ね、選手が、このインカレの舞台で、ね、活躍できるように、なればいいなというふうに思っています。なるほど。でまあ、試合負けて残念ながら負けてしまったんですけど、まあ大井選手ですか、ちょっとこう悔しい涙を流すようなシーンありましたけども、なんかどのようなこう会話というかお話をされたんですか？そうですね、まあ、しっかりとここまで着々と伸びてくれているので、あと少し次団体戦がありますので、まあ、そこをしっかり頑張ってくれということを言いました。なるほど。でおっしゃった通り、まあ、リーグ戦が関西リーグ戦がもう9月の頭からスタートしますけども、今回 その全日本インカレで結構その、まあ、シングルスで井戸垣選手と中野修賀選手とか非常にこう力をつけてくる選手が多いかなという印象があったんですけども、いかがでしょうか、リーグ戦に向けてというところで。そうですね、おっしゃる通り、中村も井戸垣もかなり伸びてきてくれてますので、まあ、期待できるプレーを、ちょっと期待できるプレーをすると思うので、期待しておいてください。なるほど。はい。でまあ、女子はちょっと中村選手が、ね、惜しくもちょっとベスト8か、で敗れてしまってというところだったんですけども、いかがでしょう、女子にまあ総括といいますか。まあ、結果が全てじゃないですよね。まあ、結果というのは時の運というのもありますので、まあ、ただ実力はしっかりとつけてきてますから、問題ないかなと思います。ただ優勝が、ね、できなかったことは残念かなというふうに思います。じゃあもう次はもう王座に向けてというところで、やってやられていますと思いますけども、いかがでしょう、最後、まあ、意気込みといいますか、最後団体戦に向けてというところで、はい、ここまで選手は、ね、しっかりと頑張ってくれてますので、まあ、最後のリーグで、ね、しっかり関西制覇を誕生して、で今年はまあ、このインカレの勢いも、ね、しっかり持って王座では男女優勝ということを目指してやりますので、引き続きよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。